はい今回は悪夢の自民党政権の実態と、令和山本太郎さんと小沢一郎さんの協力が良い日本になるのではないか、この内容について考えてお話ししていきます。今回もよよろししくくお願いいたしますよくですでね 悪夢の民主党政権って言いいまますすか、完全に間違ってますからね。僕、前から思ってるんですけどで、リスナー様もこう思ってる方いらっしゃるんじゃないかと思いまして、まあ、今回はちょっとまあ僕の政治とか、まあ、そういったものについて思うことって、もちろん調べて、まあ、きちんとお伝えしていくので、まあそ,うまあ、そういった内容をお伝えできればと思います。でまず、えー、悪夢の民主党政権ではありませんから、悪夢の自民党政権が現在も続いてる、それが実態なわけですよ。 で令和・山本太郎さんがこのね自民党政権のこのおかしさをねこうなんていうのかなひっくり返していけると思うんですが令和に頑張ってほしいと僕は思ってるんですがやはり小沢一郎さんの協力がね必要なんじゃないかとでその小沢一郎さんの協力が必要なんじゃないかと思うのがこのいわゆる悪夢の自民党政権につながっていくんですよで今回は一応僕,が僕なりに調べて思ったことっていうことでまずこの自民党は何かっていうとですね えー、この消費税を上げたりとかあ、憲法改正を推奨したりとかね、えー、原発の問題をどん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 原発再稼働とか、あるいは少子高齢化の問題を無視している、まあ、そういったことがあるわけですよ。だから、令和、山本太郎さんがおっしゃってますがあ、僕たち国民としては消費税廃止、あるいはですね憲法改正絶対反対で、原発問題も再稼働などありえません、で少,子えー、少子高齢化の問題に真剣に取り組んでいく、そうしないと、本当に日本が崩壊してしまうわけですよ。 で山本太郎さんがその内容を頑張っていらっしゃる。で、小沢一郎さんも、このね、えーまあ、民主党のにまに、まあ、こういった目に、な,なんていうんでしょうね、えー、表舞台から降ろされたっていう、まあ、その経緯がありますので、小沢一郎さんが協力していただいて、僕たち日本国民が住む、日本がよりよくな,あのなることを願っているっていうまあ話なんですけどで、ちなみにですね、えー、最近あの、まあ、いくつか聞かれたんで、えー、お答えしますが、 あの僕はあの令和を応援してるんですがあの翼の党の内容を出してですね令和を応援するのをやめて翼の党に変えたんですかって別に変えてませんで別にあの皆さんにね、えー、なんかど,どういうふうに思われるというかどういうふうに伝わるのかちょっとうまくわからないんですけど僕はあの令和とか翼の党を応援してるんですよなんでって理由があるんですよね翼の党の例えば黒川さんとか、まあ、根本さんもそうですね、えー、黒川さん根本さん杉田さんあ あの対米従属、だから要するにアメリカの属国から脱することを、えーまあ、言ってるわけです。特に黒川さんがね。黒川さんは言ってることがおかしいとかってなんか言われるんですが、全くおかしいんですよ。正しいんですよ。なんでかっていうと、日本の、ねえー、あり方を考えてるから。で、それは山本太郎さんも同じことを思ってらっしゃるわけですよね。で、まあ、皆さんは思われないと思いますが。 1あの一つの政党しか応援してはいけないとそんなこともないんでねただあの考え方はいろいろあるんでしょうけど僕はあの令和と翼を応援してるっていうことです。 でただ正直な話ですが、翼の党はね、えー、この黒川さん、根本さん、杉田さんが今、留置場にいるとかっていうのもあ,あ,のありますし、応援してますけど、次の政権交代はちょっと正直厳しいと思うんですよ。別に翼の悪口など一切言いませんよ。ただ、次の政権交代を、えー、まあ、何ていうのかな、より良い日本に向かうんであれば、えー、もう令和と小沢一郎さんの力が、絶対に僕は必要だと思います。まあ、それは僕の思ってることなんで、 間違ってはないと思いますけどそうじゃないと言われればそうじゃないかもしれませんけど僕はそう思っています。でよくですね皆さんも聞かれると思うんですが悪夢の民主党政権っていう言葉があるじゃないですかこれって何かっていうとマスコミが国民に向かってそういったイメージを植え付けるために言ってることだと思うんですね悪夢の民主党政権ではなくクズ自民党です。自自民民党党といいうクズいクズズあるは 日本を30年間経済成長させない失われた30年の原因がクズ自民党です。で例えば黒川さん山本太郎さんの何があまあいいのか何を応援してるのかとまあ言いますと自民党っていうのは党ができて以来ずっとですね遠丸あるいは米の言いなりなんですよ米の傀儡なんですよね。だから あの米の続国であることを自民党政権でである限り変わらないんですよで自民党っていうのはル丸米とあと、ね、経団連大企業と癒着してるわけじゃないですか新自由主義それこそがまさに悪夢なんですよだから今っていうのはクズ自民党が政権を、ね、維持し続けて僕たち国民の生活がとても厳しくなってるわけですよ で自民党というのは全く国民のことを考えていませんから、何度も消費税を上げるわけでしょ、うん、で消費税というのは社会保障に使われていませんから、そういったデタラメを言ってね。 で自民党の考え、あるいは維新の会もそうですが、その考えというのは、新自由主義っていって、日本国民の経済格差拡大なんですよ。経験なんか経験上、多分その考え方を旗振ってると思いますが、そして、えー、あのアメリカの属、まあ、国、ね、アメリカに、まあ、従属する形で、さらに自民党は大企業の後ろでつながっており、大企業優遇政策をする新自由主義ね、これをやめさせないといけないんですよ。でこれに関して山本太郎さんがずっとおっしゃってるわけじゃないですか。 でさらに、えー、自民、公明、維新、国民民主がです、ね、憲法改正をしようとしているのでこれが完全に、えー、もうアウトなんですよ。これを止めなければあどうにもならないんですよ。なんでかというと憲法を改正して9条がなくなる基本的人権がなくなる緊急事態条項が導入されると日本が誘致に向かうからです。僕もリスナー様も有事なんて望まないじゃないですか。 しかし、えー、自民、公明、維新、国民民主はこういった憲法改正をしようとしているわけですよ。ずっとそういうことをしているわけじゃないですか。で、えー、国民がそういうのに気づくと都合が悪いから、地方自治法改正案とかそういったね、わからないようなことをやってるんで、国民が、えー、最後は国民投票ですから、絶対にこの憲法改正を止めないといけません。当然、令和はあこの憲法改正に反対している。うん。で、 あのもう一つっていうかいくつも問題があるんですがあそのうちの一つの大きな問題にですね、えー、日本国内にある在日米軍の基地っていうこの問題があるんですが自民党っていうのは一切これに触れないんですよでちょっと話がそれますが日本保守党とかもこういったものに触れないんですね。あの保守を語る人間は あの日米関係の見直し、それを考えないといけないんですが、だからこのアメリカのことに触れない人間というのは、保守でもなんでもないですかね、まるっきり政治なんて分かってないですよ、あるいは分かっていても言わないのかなんだか知りませんけど、在日米軍の基地というのは、何か問題が起きても、違い保険で日本はどうにもできないんですよ、そういったものが日本のあちこちにあるってことは、日本国民にとってマイナスでしかないんでね。 でその安倍晋三っていうのは、アメリカとずぶずぶなわけですよね、辺野古基地とかもそうじゃないですか。だから、あのまあ、ちょっと話が前後しますが、まず自民党がもうクズだっていうのもそうですし、安倍晋三っていう売国度を擁護するその風潮があってはいけないんですよ。それが日本を悪くする、そちらのに向かうからです。なんかもしがつきますけど、安倍晋三がそんなに良かったら、今みたいに日本はけあの経済苦しくなってないですよ。だって、安倍が8年8か月、長期政権やったんでしょ。 いい政策してくれたんだったら、じゃあなんでこんな失われた30年とか、今のこの国民生活がこんな厳しいんですかうん。その30年のうちの8年8ヶ月っていう長い時期を安倍がやって日本経済を衰退させたんですよ。それに国民が気づくべきです。で、まあ、ちょっとまたあこの大きな自民党との利権ということでお伝えしますが、日本っていうのは定期的に揺れが起こるわけですよ。まあ、自然に揺れるのか、時に謎の揺れもありますが、そういったものがあるわけじゃないですか。 で日本っいうのは揺れが多い国にもかかわらず、原発再稼働とか言ってるわけですよ。話にならないわけですよ。だから、能登の,の,の揺れの時もそうですけど、志賀原発が、ねえー、万が一、ねえー、な何かになったら、もう日本というのは終わりなんですよ。だから、この原発再稼働っていうのも止めないといけない。ただし、この原発というのは大きな利権があり、大企業でしょうね、えー、東電とかで、そういったものが、まあ、自民党の裏でつながってるんで、こういったものを見直し、えー、していかないといけないわけですよ。 で自民党というのは何,何もしませんけど、この少子高齢化の問題ですね、これをもうしないと、日本というのはもう、ね、国が存続できないわけですよ。で、この少子高齢化の問題っていうのも、やることがもう決まってるんですね。消費税を廃止して、子どもの学費とかね、ねその子どもにかかるお金、給食費とか、その無償化、あるいはですね、結婚しない、そもそもの要因となっているものが、国民の生活っていうことなんでね、非正規雇用を正規雇用に戻していって、でその、 自民党政権の時から始めたですね奨学金というの,の借金を国民に課すそれをもうチャラにしていかないといけないそういったものを全て考えていって国民にとってのより良い、えーね、過ごしやすい日本を目指さないといけないんですねでそのためには何が必要なのかということで一番不必要なのが自民党なんですよで、えー、マスコミっていうのはなぜ悪夢の民主党というのかというとも,もちろんそんなことははっきりと分かりませんがあマスコミにとってアメリカにとって民主党が多分邪魔だったからでしょうね うん、で民主党の中にも、まあ、自民党とつながる勢力が、まあ、いるんですが、まあ、あそういったようなことで、えーまあ、その悪夢の民主党っていって、えー、国民にそのマイナスイメージを植え付ける、うん、この米にとってあるいはさまざまな日本の機関にとって、えー、この民主党っていうのが邪魔だったからた多分小沢さんとかもそうですよねこの民主党時代に多分邪魔だったと思われて表舞台から落と、ねえーまあ、された形じゃないですか。 で自民党っていうのはアメリカとズブズブなわけですよ。自民党はアメリカと遠回るとズブズブそして、えー、自民党は、えー、安倍晋三がアメリカに、えー、売国を繰り返す、そして安倍晋三がいなくなりましたが、今度岸田文雄が、えー、売国を繰り返す、そういった今、状態になるんですよ。それを変えていかないといけないんですよね。だから、あ日米関係を見直して、新しい政権、まあ、だから、そのなんていうんでしょうね、野党共闘っていうのも苦しいんですよ。 なんでかっていうと立憲民主党の中に例えばその消費税なあの増税派とかそういうのがいたりあとまあ立憲民主党の中に。 自民党とつながる勢力ですよね立憲民主党の背後にえ連合吉野智子経団連がおり自民党とつながって大企業を優遇するだからそういったものが話になりませんのでえなんとかですね小沢さんに立憲民主党を出ていただいて、うん、小沢さんっていうのはもちろん僕はあの小沢さんのことを5年ぐらい応援してたんで勝手に僕は思ってることなんですが。あの 失脚されてて悔ししいい思いをしてるはずなんですよだからその小沢さんの力でね立憲民主党から出て令和山本太郎さんの力になっていただいて、えー、小沢さんにはですねそのまあ米のそういったものをされたことの仕返しをしてほしいと、まあ、僕は思ってますだからあの僕たちが暮らしてる日本がより良くなるためには本当にもういくつかしか道がないんですよでそのうちの一つっていうか最も良くなる道としては えー、令和がですね政権の中枢に入らないとダメなんですよで山本太郎さんあるいは小沢一郎さんに頑張っていただくしかないということですなんでかっていうと最初に、えー、お話ししたように僕たち日本国民にとってね、えー、ずっと厳しい状況が続くと消費税の問題あるじゃないですかでその憲法について憲法を解したの絶対してはいけないでさらに言うとその原発の問題とか少子高齢化の問題についてきちんと考える政治家が必要なんですよ で僕が調べていて、それをきちんと考えて、えーまあ、伝えているのは山本太郎さんしかいないと、そう思います。で、翼の党の方っていうのは、まあ、いいことをおっしゃってるわけですよ、まあで。応援してるんですけど、今ね、この留置所に入ったり入れられたりしてるんで、ちょっとどうしても厳しいなと、まあ、おお思ったことと、まあ、この令和山本太郎さんと小沢一郎さんの件について、まあ、ちょっと僕なりに思ったことをお伝えいたしました。まあ、この悪夢の民主党って言いますが、悪夢の自民党政権ですからね。 でまあ、ちょっとあのこういった話っていうのは関心がある方がいらっしゃるかどうかわからないんですけど、まあ、僕は結構こういったことを思ってたりもするんで、まあ、どうしたら僕たち日本国民が住む日本が有力になるかということを考えて、えーまあ、また思ったことありましたらお伝えしようと思うんで今回はここで終わります最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします